替えてます。取り替えてます。で、今年が、その、ですね、これからコアラのアニマルトークを始めたいと思います。はい、コアラですね、まあ皆さんよくご存知ですので、まあ難しい話は、あまりしないようにして、難しいことはですね、こちらのこの看板に書いてありますので、この看板を、全部読んでもらうと、コアラの基本的なことは全部わかりますので、まあ、ここの看板をまた後で読んでおいてください。で、今日はですね、まあ餌のことをちょっと中心に話そうかなと思いますけれども、コアラですけれども、まずですね、コアラ今年で、コアラが日本に来て40年になりますね。はい。で、まあ、40年経つんですけど、まあ、私はですね、まだ中学生でしたので、コアラが来た時は、まだね、飼育係やってなかったので、まあ、どういった感じでコアラが来たかっていうのは、まあ、よくわかんないんですけど、最初は、オスの2頭、モクモクとコロコロというコアラが、東山動物園にやってきたそうです。で、それから、まあ、40年経ってですね、今は10頭のコアラが今飼育しています。で、まあコアラといったらですね、こう、まあ皆さんも知ってると思いますが、こういった、ね、コアラの餌、これユーカリですね。はい、これユーカリですけれども、これ今3種類あります。で、コアラですね、このユーカリの木しか食べませんね。ユーカリの木のこの葉っぱ、芽の部分しかね、食べないです。で、このユーカリがですね、まあオーストラリアにはたくさん生えてるんですけれども、もうその中でですね、コアラが、食べるユーカリというのは大体まあ、ね、20、30種類ぐらいだと言われてますね。で、まあ、その中で東山動物園では、まあ、メインにですね、10種類ぐらいのやつを、コアラに食べさせています。で、コアラユーカリしか食べないんですけど、まあ、ユーカリこの、まあ、大体10種類ぐらいを入れているんですが、コアラなかなかですね、なんて言うんでしょうね、いつも同じユーカリの種類ばかりをあげていると、だん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 食べなくなっていっちゃうんですね。はい、だんだん食べなくなっていっちゃうんです。まあ飽きてくるというのか、まあ僕たちはね、もう飽きてくると言ってるんですけど、同じユーカリばっかりやってると食べなくなってくるので、で、まあ他のユーカリを、混ぜて与えています。で、今はですね、1日に3種類のユーカリを、与えています。で、今日ここに持ってきたユーカリはですね、このユーカリはアンプリフォアっていうユーカリですね。で、この真ん中のやつは、カマルドレンシス、テレチコルニスっていうやつですね。で、一番向こうのやつはプンクタータっていう名前のユーカリです。で、コアラはですね、まあさっきも言ったように、まあ飽きちゃったりとかですね、その日の気分でユーカリを選びますので、まあ大体この3種類ぐらいを与えて、まあその日自分に合った、ね、ユーカリを、まず食べ始めるっていう感じで、食べてます。で、この3種類は、昨日入れたユーカリですね。で、今日の昼に新しい餌と変えて、で、まあ、コアラが食べ終わったユーカリの、木です。で、まあ、このようにですね、まあ、葉っぱの上の方の柔らかいところを、食べます。で、で、まあ、好き嫌いありますから、まあ、この、ね、このアンプリみたいに、まあ、よく食べるやつもあれば、
この、まあ、テレチみたいにちょっと上の方の本当に柔らかいとこしか食べないやつもあったりね、っていうふうに、まあ、選んで食べてますね。で、まあ、やっぱり個体ごとにもですね、少しずつ好みはありますので、まあ、その日の気分によって、違いますから、毎日3種類は与えてます。で、このユーカリですね、まあ、もともと日本には生えてませんでしたので、まあ、日本でですね、まあ、農家さんとかにお願いして、コアラの餌としてユーカリを育ててもらってます。で、今はですね、静岡県の稲佐というところと、あとは鹿児島と沖縄で、あとここにの近くの平和公園っていうところで育ててもらってます。で、ユーカリはですね、まあ、寒さにあまり強くないですので、まあ、5月から12月は静岡県の稲佐、ちょっと暖かいところで作ってもらって、で、まあ、補助的に平和公園のユーカリを、与えてます。で、1月から4月は、鹿児島や沖縄から、送っていただいて、で、その餌を与えています。こういう感じで、コアラは一年中このユーカリを、食べているんですね。はい。で、ユーカリの木というのはですね、すごい、背が高く伸びます。もう10メートル以上とかにね、伸びるますので、で、コアラはね、木に登るのが得意ですから、まあ、高く伸びてもですね、その上の方まで登って、で、柔らかい、一番おいしいところのユーカリを食べてます。で、まあ、皆さんのね、後ろにあるちょっと太くてね、長い木、あれもユーカリですね。ちょっと右というか、私から見て右ですね、皆さんからと左の方ですかね、にあるちょっとつるっとした、幹ののも、ユーカリの木ですね。まあ、こういったところに、コアラ登ってユーカリを、食べています。はい。で、まあ、こうやってユーカリをコアラに与えて、毎日、まあ、どれぐらい食べたのかなっていうのを、計量して、その時その時のコアラの調子を、見ています。で、コアラはね、まあ、ほとんど寝ている動物ですので、あまり動きませんから、体の、ね、調子がよくわからないんですね。ですので、まあ、こういったユーカリを、1日どれぐらい食べているのかっていうのを、まあ、毎日測って、で、まあ、よく食べていてくれれば、大丈夫かなと思うんですけど、ユーカリをあまり食べなくなってきたら、まあ、どこか悪いんじゃないかなっていうことで、まあ、それが目安になって、体調の管理とかも、しています。はい。で、ですね、まあ、今年はですね、まあ、40周年ということもあったんですけれども、もう一つ大きな、行事というかありまして、コアラ社ですね、今4年に1回取り替えてます。で、今年が、その年にあたってですね、先週1週間コアラ社ちょっと、締めさせていただいて、で、まあ、業者さんと一緒にですね、まあ、木を全部、今泊まり木入ってるのを全部取り出して、で、新しい泊まり木を入れてっていう、工事をしました。ですので、今ね、入っている泊まり木は、まだ新しい泊まり木になってます。以前とちょっとね、変わった泊まり木になってると思いますので、まあ、コアラですね、まあ、どんなような感じで、寝ているか、ね、っていうのをまた、ゆっくり見ていってもらったらと思います。はい。で、まあね、私の話は、これで終わりなんですけれども、このね、ユーカリ3種類持ってきましたけど、もしね、よければ、この3種類どういった匂いがするのかなっていうのを興味ある人は、この後ですね、ここでちょっとね、葉っぱの匂いを嗅いでってもらってもいいかなと思います。はい。ではね、短かったですけれども、これでコアラのアニマルトークを終わります。ありがとうございます。
Thank you.